自分で言うのもなんだけど、僕の影の薄さは尋常ではない。この世に生を受けた時、医者は生まれていることに気づかず、懸命に泣き叫んでいる僕を小一時間放置した。幼稚園の頃、両親と出かけると必ず迷子になった。僕が両親を見失うのではない。両親が目の前にいる僕を見失うのである。小学生の頃の僕のまともな写真はない。誰もが僕のいないことに気づかずシャッターを切るからである。卒業写真が見切れている人間というのも珍しいだろう。中学時代は登校拒否と言われた。本当は3年間皆勤賞だったにもかかわらず、教師に気づいてもらえず、8割以上を欠席扱いにされたせいである。そして高校、僕は少しでもこの影の薄さを直そうとクラス委員長になった。二のへぐみ委員長、薄い影郎。私の善意がまさに日陰善。別にいいじゃないですか。私の善意を日陰に追いやっておきながらそういうことを言いますか。先生は影の素晴らしさに気がついてないんですよ。何ですって？例えば日時計は影がなければ役に立ちません。影があるからこそ世の中すべてうまくいくんです。影があるからこそ影星ができるんです。影踏みができるんです。森の木陰でどんじゃらほいまでできちゃうんです。シルエットクイズができるのだって影があるおかげじゃないですか。さてこれは何でしょう。何ですかこの薄い影は。薄すぎてよくわからないわね。じゃーん。誰ってあなたのクラスの薄いですよ。薄い影ろう。さっきから無視して。いや無視した覚えは。そもそもこんなやついたっけ。自分のクラスの委員長を忘れないでください。委員長、うちのクラスの委員長は彼女でしょ。キッズさんは委員長っぽいだけで本当の委員長は僕なんです。え、そうなの。私一度も自分から委員長だなんて言ったことありませんよ。4月に立候補してちゃんと承認されたじゃないですかねえ。誰知ってる。そんな。いやだな、こんなに影の薄い人間がいるわけないじゃないですか。きっと彼は妖精さんなんですよ。なんだ。だから人によっては見えないし気がつかないんです。私は魂のステージが低いせいか妖精さんがたまにしか見えないんです。あら、妖精さんどこ。ここだよここ。先生、こんな影の薄い人間になってしまうぐらいなら日向を歩く方がまだマシです。ひどい。日陰者の先生なら僕の気持ち分かってくれると思ったのに。バーカー妖精さん。